居酒屋養老の滝で直さん。ヒカキン TV Everyday。 ハロー YouTube。 どうもヒカキンと、いやどうも徳山テテとトシミスとユノルとロシミガイだ。いやこのメンツは初ですね。すごいですね。すごいだよね。ちょっと2人いないんだけどね。で今日はこの居酒屋養老の滝でお酒飲みながら東海オンエアとヒカキンで語りたいと思います。よいしょ。でちょっと飲み物食べましょう。はい、僕はカルピスサワーで。あら、かわいい。今とりあえず生かな。あ、ほんと僕生で。生で。あ、じゃあ俺もそうしようかな。はい、おじゃあ、みんな生で。はい、じゃあ行きますか。生で映してください。それでは、養老の滝に乾杯。乾杯。これだ。おっさんの声だ。これだこれだ。いやー、動画内で飲めるの最高。結構飲まないもん。どうだよね、飲まないすごいね、今心の底からの笑顔だった。いやすごい美味しい。たまらん。で、今ですね、なんとあのゲームモンスターストライクとこの養老の滝がコラボしてて、お店で食べるものを決めるガチャ引けるんです。ほら、ガチャですよね、これ。なかなかない。だから何来るか分かんないんだよね。そうで、なんとね、そのコラボメニューで私ヒカキンプロデュースのメニューが当たりで出るんですよ。あら、そうだから今日はみんなで引きまくってそれ当てたいなと思って。まくっちゃったら何十分もいっちゃった。食べれる範囲で音がお姉さんがサウンドが聞こえてきた。おお、 iPad のようなもので来るんですね。おお、すごい。すげえ。普通に単発と10連あるんですよね。単発が1回300円で、うん、10連だと3000円。まず単発で。単発でいきます。はい、いきましょう。はい、ゴー。おー、すごい。すげー。これ見て、これなんか飲み会してる。飲み会、リドラたちが飲み会中で、養老の滝玉を。ほんとだ。じゃあ、そのまま出してほしい。ゴー。これブルブルするのも一緒ね。いきます。いけいけいけ。それがちょっとならない。そう、なんか確定。あー、銀銀銀銀銀銀銀変われ変われ。え牛丼。あ、後ろの。あ、養老牛丼。養老牛丼。結構いいの出たんじゃない。あ、小腹サイズだ。あ、そうだ。あ、なるほど。ちょうどいい。すげえ、牛丼とかあるんだ。ガチャある。金出してね。はい。あれ GO。 よいしょ。いけ。あー、金来い。金来い。おお、金来た来た来た。おぉ、コロッケ、コロッケかな、これ。メンチカツ、コロッケのゲーム、メンチカツ。いいの来てるやん。めちゃめちゃ美味しそう。めちゃめちゃ美味しそう。じゃあ僕10連いっちゃいます。お願いします。いきます。10連いっちゃいます。来て、コラボメニュー来てね。せーの、ストライクショット。ならない、ならない、ならないか。右回転で銀、金、おぉ、すごい。おぉ、なんか入ってる。あれは、これなんか、すげえ、ほら、新しい。食べれるぞ。で、お、さあこれ、お、お、なんだ、なんこれ、お、いいじゃん、バランスいい。あ、ジュミス大好きじゃん。ね、大好き。ちゃんと属性あるぐらいだ。アジフライ、水属性だな。バランスいいよ。そう、アジフライ属性じゃない。近いなんだ、そこは。おお、いいじゃん。焼き鳥、うまい。つか、これなんかさ、勝手に選ばれるの楽しい。確かに。あ、木属性だった。木属食ってるから。おお、ピザ、ピザ、すごい。ピッツァ、バジルピッツァ、バジルピッツァ。今んとこすごいいい流れ。これは、おお、ウインナーのプレートだ。銀でも全然いい感じだけど。おお、つくねみたいな。川崎好き。来ました、これ。これは、これ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 かな。おお、これこれね、卵。そう、ヒカキンプロデュース焼肉醤油ラーメン。来たー。そっかそっか、あのなんか何リボンがついた卵が当たりなんだ。やったー。ちゃんとヒカキンくんのこれがね、プリントされてるの。かわいい。焼肉とラーメンっていう。そう、ボリューミーしてる。めっちゃ贅沢メニュー。おー、いいじゃないですか。体にいいよ、これ。10連ってやばいね、これ。
すごい全部食べれるからこれ。あー、ちょっといい。冷ややっこ、かぶんないもんな。あ、揚げ出し豆腐。うわ、すげえいい10連でした。超いいね。やったー、当たり10連。いい宴会が開けそうなね。今は3000円で安くないですよね。結構この人数で全然満腹になりそうだよね。あー、出てる出てる。あー、高い高い。ラーメン、これうまいじゃん。みんなの絶対美味しいじゃん。ちゃんと焼いたこのね、お肉が入って卵も入ってラーメンです。贅沢だ。当たりでしょ。これは当たりでしょ。めっちゃ濃い。これと牛丼2個くるからね。で、今回当たんなかったんですけど、実は僕のメニュー日替わりでたこ焼きもあるんですよ。おお。それも今回ね、当たんなかったんで特別に。あら。用意します。いいんですか。失礼いたします。来た。さん特権だ。プロデュースしております。こっちはヒカキンさんなんだ。そう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 。これ6個で全部ね味違うんです。辛いの入ってる。辛いのは入ってる。さすがに食べれない人もいるから。そうだから味が違くて普通に楽しめるっていうたこ焼きです。皆さんこれ当ててくださいね。いやいい。一発で当てたらめっちゃすごいよね。いただいちゃおうこれ。ヒカキンさんになれるのか。ヒカキンくんシートだけを取って。スープをいただきます。はい。美味しい。おお、みんな大好きしょう。あー、美味しい。いや、これはお酒に合うね。わー、これ進んじゃいますね。ね、すいません、もう2杯目2杯目早っ。締めで食べても美味しい感じ。うん、じゃあ、たこ焼き何味か言おうか。じゃあ梅、チーズ、エビ、ベーコン、キムチ、養老味源。お味噌、お味噌、お味噌。じゃあ、たこ焼きは一つ一つ味が違うんで、みんなで当てましょう。はいはい。何味か、せーの。あ、梅だ。あ、うん、キムチ。お、キーフ。お、キーフ。え、みんなすぐ分かる。だいぶ味が違う。分かってないじゃんかよ。あ、エビだ。エビエビエビ。ってことはベーコンか味噌だよね。味噌だけ経験ないじゃん。じゃあこれを食べるんだ。これがベーコンだったら当たりだ。あ、梅すごい酸っぱい。美味しい。これで分かんなかったらやべえな。あ、ベーコンだよ。おー、ってことは、じゃあさっき味噌だ。味噌だ、味噌。あ、なるほど。そう、すごいね、味がすげえ差があって美味しいんで、皆さん当ててね。うまいぞ。これでも食べとくな。チーズが料理全部来ました。ちょうど満腹になりそうなぐらいです。いいですね。でも牛丼、牛丼とか食べよう。あ、牛丼、俺が当てた、俺が当てた。幸せ。うまっ。 1500m 走った後やめやめやめ。あれ以来初めて動画で牛丼食べました。ブーンブーン。じゃあガンガン質問していきますよ。本当にツイッターでね、4000件以上来た。すごい。じゃあ一発目いきますよ。はい。一発目、としみつモノマネして。最近ハマってるやつじゃん。いいよ。これはカリスマブラザーズのジョージかジオかどっちかっていうのをちょっと当ててもらいたいですね。クイズ形式。クイズです。クイズ。モノマネなんで。いきますよ。うわ、お前それやってんな。どっちでしょ。これ簡単。ちょ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 、待って、俺、待って待って。うん、分かった。俺。せーので言う。せーので言いますか。せーの。ジョージ。ジロー。俺ジロー。俺ジョージだと。ジョージ。正解は。ジローです。ジョージだね。いやいや、じゃ家のジロー知らないだけ。家のジロー、こいつ全部ジョージのモノマネしてジローって言うからね。リビングのジローなんですよ。やりすぎて、もう夢丸もジローだなって。俺まだ諦めない。マニアックなとこ来たね。これお互いのチャンネルの中で一番好きな動画は。あー、うーん、会話生放送で一緒の時多分行ったかな。イザナギゼロの本当だね。初日に倒せるかって。最後本当このストライクショットで倒せなかったら負けって時にカメラの SS 打って、そしたら目で最後頼むポーンって言ったらミリで残って。こんなのあるんだけど。俺あるんだけど、牛丼だね。ああ、なんかね、正直あの始まり方が好きだろ。さあ始まりました。なんかね、さあ始まりました。ヒゲが濃くて、あの頃僕らアップしたんですよ。あと俺息できないぐらい笑ったのが大貧民。あの大え、おトランプ。おー、嬉しい嬉しい。俺あれね、息できないぐらい笑った。で、あの何回も一箇所リピートしちゃってよだれ垂らしてるところ。あーあーとか言って、そうそうそう。これはね、やばかった。見てくださいね。哲也の歯汚すぎる。メントラス、歯の汚さもキャラ作りが完璧だったから。そういうことだよ。あれ俺ほんと笑ったから。全然歯が汚いだけだから反省しちゃった。これすごいな。
全員の今までの彼女かっこ中学なしの数知りたいです。あー夢丸はもうすごい達人なんで、まあ、高校の時に彼女に聞くと毎回変わってるんです。え、最後どそんなモテてたんだ。いや、アタックしまくってたでございます。これで急に復活する。じゃあ順番に行ってこう。ちょっと待ってください。おっ、さっと出てこない。見たりないですよ。マジ僕5です。あ、一緒。結構いるな。一緒。僕もめっちゃ少ないですよ。何？2です。おかっこいいね。プレイボーイが2人残って数えてるぞ、真剣に。一瞬で片手終わってるよ、最後の。すごい。ゴアス。これさ、数えたことないっすねって言いそうな感じで。いや、多分俺のが少ない。俺9か10。おお、うまいの。高校の時にすぐ付き合ってすぐ振られるんですよ。でもそれはちゃんとお付き合いしたということなら、ちゃんとじゃあいいじゃん。10プラス2とか。12でいいじゃん。いやいや、じゃあ次いきますよ。はい。これね、なんかね、めっちゃ来たの。もし女だったらこの中で誰と付き合いたい。あーいいよ。まだね、俺に気づかない。この顔面と思ってる。超大変。これもずっと言ってるんですよ、僕は。付き合うのはもう年につく。おー、なんで？いや、なんかもう男らしいんですよね、普段から。おー、そうだっけ。そうだっけ。歌もうまいっていうので。あー、でもそんな僕、お、なんと夢丸なんです。あー、あとね、ぱっと見優しさが完全にしみ出ている。もう言葉遣いがもう可愛らしいんですよね。うん、いや、もう本当付き合った時もなんか常に寄り添って、どうしたの？めっちゃ優しいな。お姉みたいになってる。こっちも甘えられるような感じで一緒に寄り添ってくれるみたいな。うーん、もう一緒するよ。あ、そうなの。うわー、今さらっとそういうこと言った。さらっと言ったよね。するのもやっぱり自分がいい男と付き合ってる証拠だみたいな。いい男と付き合う。どういうこと？こんなでけえ女いねえぞ。今のところそう質問だから。よーもいちゃう。この後僕はだから自分じゃないっぽい人がいいんですよ。てっちゃんやん。でも絶対に風呂には毎日入らせます。絶対にパンツも履かせます。不潔っぽいイメージはある。不潔だけはある。誰だろう。てっちゃんのかな。ちゃんと歯磨いたらてっちゃん。うーん、ゆうさんにパン探してます。でも今いないけど、りょうくんもいいから。まあそうですね。身長というか、なんかそういう感じですか。今後の参考までに。でもなんかこうふざけてるけど、内側しっかりしてる。めちゃめちゃめちゃ恥ずかしいでしょ、それ。いつもね、地形でやめてくれないと。いきます。 YouTuber になってなかったらどんな仕事をしてると思いますか。あー、まあ、普通に前職が教員だったんですよ。まあ教員続いてたから。地元で芸人やってたと思います。あー、なるほど。大学の時から何か道外れたいなと思います。おー、いい。危なかったら意外と道に沿って就職しちゃったもん。最悪する人に何やってみよう。意外とできるから。僕は医療系の子行ってたんで、まあ、その仕事ですかね。みんなしっかりしてるよね、さりげなく。さりげなく。ヒカキンさんはどうですか。ゲーマーかな。あー、ガッチガチにその生配信とか、まあ、結構近い。ヒカキンさんめちゃめちゃ楽しそうにゲームしますよ、ね、あれ普通に本当に好きでやってますよ。好きだね、ゲーム。きた、じゃあこれでいきましょう。ヒカキンさんと東海オンエアの中で誰が一番結婚早そう。でもせーの指さしたらどうなの。あ、いいね。せーの。なに使ったわー。ボキってなった。ボキ。はい、もう一回せーの。おい、全然違うぞ。2票入ってんのが虫さん、夢丸&虫さん。あー、で、僕がヒカキンさんです。で、俺と年につがいたいな。こいつらは一生しません。僕は今彼女がいるからだよね、多分。それもう長い。長い、2年くらいしてます。聞いてると、まあ、結婚しそうだなって思う、うん、僕は今この動画に応援を置いて結婚できないなっていうのはちょっとあるんですけど。おお、かっこいいこと言うね。これはなんで結婚するわって言いそう。なんかそう、これもそういう感じ。そう、夢丸だったらさらっと言いそう。そんな感じですね。ちょ、哲也と真嗣が俺結婚するわって言ったら、ちょっと待って。なんか元気良さそうでしなそう。うん、そう、まだ遠いです。チャラチャラしそう。そんなことはないだろ。こっち違う、こっち2人だろ。こっちやったことないですね。結婚願望あるの。あるけど、本当に毎日動画作ってるから覚悟が必要だから、まだなんかね、無理かなって思っちゃう。これもね、結構来たんですけど、しばゆうとりょうくんに無言電話して。無言電話。無言電話か。
じゃあ第一声何か当てるでもいい。ああそうそう、眉はもしかしたらヒカキンさんが当てれないやつ出てくるかなっていう。ヒカキンさんなのと思います。え、もしもしじゃないの。なあ、違う違う違う。え、だって4人声合わせて言いますよ。え、でもさ、本人、今だって本当に何も知らないわけでしょ。知らないです。何も知らない。それで、パッて出て、もしもしって言わないの。普通の人は言うんだいや、俺はね、気抜けてね、普通にもしもしって言う。まあでもそう、なんかそれで本当にもしもしって時恥ずかしいね。おーとか、ちょっとありえるな、ありえるね。こういう時ってありえるな。え、なんの。俺は完全にボドリスタスタローン。あー、こっちか。そんなん普通に言うの。普通に言います。仲いいねそっちか。そのスニアヘルツゴビーな。最近はやっぱりモノリスタが多いでしょ。え、何そのモノ、モノリスタスタローンですか。何それ。いや、これはもう知らないですよ。もしもしの進化系俺じゃあもしもしでいくね。いや、これでもしもしって恥ずかしいカットしてほしい人だったらじゃあ、司会に上げます。はい、頑張れ司会、頑張れ頑張れ。そんなやつ残したいんだ。あ、モノリスタあ、そっかそっか。でもほぼ当たってんじゃん。これが東海オンエアの絆なんですよしかもちょっと疑問系でしたよ。モノリスタなんかあったみたいな、なんかあったみたいな。ブーンブーン。一般の女性と YouTuber の女性とでは将来的に一緒になりたいのはどちらですか。難しいな。おお。僕絶対に一般の女性です。あ、俺も。でもなんか、なんでっていう説明をするとなんか悪口になっちゃうもんな怖い怖い。いや、言っていいよ。言っちゃえよ。優しく。男の人の僕を見てっていう自己顕示欲みたいなのは、まあ、可愛いなってなんですけど、女の人でそれやるとちょっときつい。女性 YouTuber 丸々言ってないよ。全女性 YouTuber に言ってました。違います、違いますけど、まあそういうのを好きな人もいるかもしれないですけど、僕はもうちょっとおしとやかな人が好きなんで。女性 YouTuber をそもそもやるタイプの人が合わない。やっぱりこう、いろんな経験をしてるじゃん、有名人とかっていうのは。だからなんか普通の人をだから夢見せてあげたらとか思っちゃう。あー、なるほどね。まあだって、下手したらだって売れてる女優さんとかだったらもういろんな海外、何十カ国も行ってるとかあるじゃん。あ、はいはいはい、海外行ったことないんだよねっていう子を連れてってあげる。あー、それわかる、それわかるぞ。そんなん行けるの夢みたいみたいのが嬉しいよな。うわー、正解正解だ。一ポイント。でもなんか好きになったらいいじゃん。まあ、結局それなどもあるかっこいい。やっぱ西郷どんだね。昔の男。男だ。好きになったらいいやん。すげえ、いいやん。かっこいい。これでいきましょう。今欲しいものは何ですか。お金で買えるものでも買えないものでもいい。これでもいい。俺もあんま考えてねえな。本音で話したら、いろんな経験するじゃん、この仕事してるの。はいはいはい。で、だんだん刺激がなくなってくるでしょ。そんな中、無我夢中でやっぱ楽しめるものが欲しい。まあ全然ゲームでもいいし、なんか無我夢中になって一日経っちゃったみたいな。いやー、僕もそれで。あははは、ちょっとおっかり感じ。なんだ、なんか夢中になれるものは割と出てくるんですよ、僕。うん、なんかすぐに熱して、すぐ冷めて繰り返すタイプなんで、結構、なんでも盛り上がる。逆に言うと長続きするもんかな。そういえば YouTube 以外と見えないなみたいな。ビートボックス長年やるみたいな、そういうの一個もないですよ。じゃ取れないな。おい、あれあるじゃんって言えないですよ。 YouTube が取り入れたからね。そうなるともう何もいらないかな、何もいらないかな、何もいらないかな。うわー、来ましたよ。かっこいい。そんなの後に俺たち言えると思うか。欲しいですと言えないから。今登録者300、311、そんぐらいになるとこうなるようですよ。何も欲しくなくなるんですよ。幸せな人生だなと思って。ああ、いい、これは間違いないですね。これじゃあいきましょう。吉光、えヒカキンさんへの思いを踊りで表現して。これ声の多いんだもん、吉光なさってないやつ。あ、そうなんですか。じゃあいきますよ。はい、3、2、1、ダンシング。なんで近いわ。やらしいな、なんか。
これ何を表現してるんだよ。ごますぎ踊りやこれ。これだったよ。ごますぎ踊りや。俺のごますっても大丈夫。いや、ごます本当になんだろうね。まさかスリスリしてくると思わなかった。ちょっとお酒も回ってきたところでアホ臭いやつ。いきます。どのメンバーのお尻が一番好きですか？かっこ東海オンエアの皆さん。昔だったら圧倒的に出ちゃったんだよ。あ、分かる分かる分かる。昔めちゃめちゃツルツルのすぎて。じゃあ今ルサなんだね。ダメだ。そっか、ビルもルサなんでしょ。え、何変わった？お尻と桃の付け根どういうこと？めちゃくちゃすごい胞子あるんですよ。梅干しみたいな大きさのやつがこうダーンって貝柱。なんでそんなさ、細かいところ知ってるんだよ。見てるよ、煮干し見ます？やだよ。放送できないよ、それ。写真一回、一回だけ結構でも、衝撃ですよ、本当に覚悟してる。見る前から笑っちゃう。先に謝っとくれるの。ごめんなさい、これ。いきますよ、こちら。え、これ、うわ、待って、これ大丈夫なの？もうダメだって言うんだよ。もやしの目が。そうそうそう、そんな感じ。これは重症だ。これ重症ですよ。何の話だったっけ。惜しい。まあいいや、それでもいいかも。いいかも、いいかも、これはもう。次もなんかでもね、考え方によっては別に普通なんだけど、ちょっと変なひねった質問で、目が覚めたらあなたはヒカキンさんの体の一部になっていました。一部？それはどの体の一部ですか？理由も合わせてお答えください。もう大喜利みたいになってる。すごいな、大喜利。完全大喜利ですね。僕はもう肝臓。おぉ、めっちゃ働くんだ。あー、アルコール消化してくれば優しい。僕は割とこの身長的に人をこう見上げる形が多いんですけど、だから右乳首らへんでこう。なんかね、俺そういうの一人ぐらいいると思ったんだよね。そうだよ。どれくらい右乳首からこうヒカキンさんで、ああ今日も頑張ってる。ここら辺に字が持って。いや、これ本当に考えてもいいですか、ちゃんと。いや、これふざけてるわけじゃないですよ。うん。ふざけてるね。でも、それもなんか予想してたけど、なんでや。やっぱりね、ヒカキンさんぐらいの存在であり、東京に住んでるすごい人ですよ。絶対ヒカキンさんちょっと。いやー、これヒカキン TV で放送しづらいことしちゃうよ。全部 P かもしれない。P になったら P が出る。はい。僕らも名前変わらず。メガネメガネですかね。メガネ。一位じゃないじゃん。一位じゃないですよ、それはもう。ラストです。将来の YouTube ってどんな感じになってると思いますか？将来がいつなのかって話だけど、まあでも10年、20年。10年、何年からやってるんだっけ。4年半前、もう5年目ですね。ってことはでも2013ぐらいってこと。そうですね。2006年からやってるんだよ、これ。でもそう思うと、当時もし聞かれたら分かんないって言ってるかもしれないけど、もう12年経ってるんだよね。で、1回もなんかこう横ばいにもなってないっていうか、上がり続けてるから、まあでもまあ12年経ってるからどこかなと思うけど、まだ5年くらいは上がるんじゃないかなって思うかな。なんか本当にテレビっていうでかいバトルの相手ができてるじゃないですか。まあね、それぐらいでかいのになったから、もう圧倒的な存在価値を放ち続けるんじゃないかなと思いますけどね。まあね、取って変わるものもあんまりないもんね。なんか YouTuber って言葉自体にちょっとした悪い意味が含まれてるような行動みたいな、なんか派手なやつがついね取り上げられちゃうから、ね。なんか YouTuber って言葉の意味がそうじゃなくなるといいな。本当に職業欄に YouTuber って書ける時代が見てほしいな。最近なんか広辞苑に載ったって聞いたんだよね。とか、あとなんか英語の教科書にはじめ社長とか。ああ、いました。今まさに変わりまくってますもんね。まあね、でもさ、ちょっと前ってさ、あ、なんか最近聞くなってくらいから、今ってね、あ、YouTuber くらいになってる。芸人と同じような聞きなじみの言葉になってったらすごいですよね。今の中高生が大人になる頃には絶対なってるよね。その頃まで僕らいないからいけないですよ。そうなんだ。じゃあでも結構みんな満場一致で、まだまだ YouTube はなべるぞっていう意見でしたね。はい。いや、楽しかったっすね。いや、ありがとうございます。本当に楽しかったっすね。息できなくなっちゃった。久々に腹筋痛くなるよ。マジ
お前のおかげだ。ただ、少しやってよかった。育てたらいいね。育ててよかった。お前 YouTube と同じように成長しますね。ブーンブーン。はい、というわけで気づいたら全て完食しましたね。で、男5人で12個かな、12連しました。結構余裕だったね。なので皆さんもぜひ10連してみてください。夜もたくさんごちそうさまでした。ごちそうさまでした。美味しかったです。で、今回のモンストコラボの、ガチャが引けるのは6月22日から7月22日までです。対象店舗は養老の滝さん、一軒目酒場さん、そして旦那屋水産さんでございます。で、私ヒカキンのコラボメニュー以外にも、はい、今回ですね、木下優香さんと、メープル超合金さんも、コラボしているので、はい、それね、期間が違うんでね、詳しくは説明欄から、見てみてください。そしてさらに今回ね、私ヒカキンと、木下優香さんがコラボしたという記念キャンペーンといたしまして、こちらの店舗で YouTube のチャンネル登録者が100人超えてれば、今回のね、ガチャが1人30回まで引けるっていうキャンペーンもやっております。え、30回ってことは30回ただ今日ってだって12回ってことでしょ。12回12回まあでもそれくらい太っ腹なわけでしょ。すごいですね。すごい。だからまあ自分の食べれる範囲内でっていうね、決まりはあるんですけど、 YouTube のね、チャンネル登録100人超えてる人で、こちらの店舗だったら自動だじゃん。すごい。今から行けますもんね、100人だ。そうだね、今から YouTube で始めよう。すごい。対象店舗間違えないようにしてくださいね。詳しくは全部説明欄に載せておきますので、ぜひご覧ください。チャンネル登録、評価、ぜひぜひお願いします。そして、説明欄に東海オンエアのリンクも貼っておきますので、ぜひご覧ください。お願いします。お願いします。最後までご視聴ありがとうございました。じゃんけんタイム、いきますよ。最初はじゃんけんポン、バイベイ。登録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 。